来ました、いい天気でございます。いいですね、今日はですね伊東駅からお送りしております。いや、店舗店舗すごいなお前。前回もね、あの駅弁行かせていただきました。今回もどうやら駅弁だということでございますね。チキンな伊東駅でございます。望月さんでしょ。銀シャリさん、はい、はい、駅弁ライターの望月隆文です。望月さん、前回に引き続き今日も駅弁をとことんめでていきたいと思います。これを乗るのか、ね、電車とセットですか。今回の舞台は伊豆急行ということで、伊豆急行駅弁は景色もおかずっていう人がいるんですよ、ね、なるほど、はいはい、あの伊豆急行には駅弁とセットで満喫してもらいたい絶景スポットたくさんあります。今日のテーマ駅弁絶景旅でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。来ました、今日は絶景ですか。なるほど、伊豆急行だ、駅弁ですよ。また素晴らしい。ああ、じゃあ今日もじゃんじゃん食べましょう。ありがとうございます、食べましょう、はい、今回ナビゲートしてくれるのは前回に引き続き富士宮出身の駅弁ライター望月さん。ラジオ番組の企画をきっかけに駅弁の食べ歩きを始め、今やその数4500個。今回は絶景と楽しむ駅弁旅です。まずは忘れてはならない駅弁調達の時間です。やった、どこや。ご紹介するのは祇園さんの稲荷寿司。稲荷寿司、もう創業当時から変わらない味と言いますかね。あと絶対ゲットしてもらいたいのは堀茶です。堀茶、鉄道とお茶っていろいろ歴史があって、堀茶、ああ最初は土瓶のお茶ね、その次が堀茶、これそして今はペットボトルって感じですけども、堀茶がいいのよ、うん、このペットボトルになる前の堀茶がね、伊東駅の存在なんですよ。はい、あの今年春に駅弁屋さん新しくなりました。お店がね、ぜひ買ってきてください。いなり寿司や。あ、それは聞いといたよ。あ、聞いてた。いなり寿司行ってからの堀茶やつ。そう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 、こうやってええよ。いなポリ、いなポリ、いなポリ泉、いなポリ泉、伊東茶。どこ行く、何する、銀シャリの旅はナビ任せ。ほんまや、お土産、あ、これちゃう、祇園とかいます。ほんまや、7時半から行ってますよ。祇園のです。あれあれ、行きましょう。こっちから行った方がいいか。ポリチャ、ポリチャ出た、いなり寿司。どうもこんにちは、祇園。あ、おはようございます。あらあらあら、すいません。なんかね、いなり寿司がちょっと有名だとお聞きしたんですけども。はい、こちらですね、うちのナンバーワン商品です。明治神宮さんに献上してるんですか。はい、そうです。うわ、とんでもないですよ、これは。あ、そうなんや。伊東駅構内にある祇園は今年春に駅前店をリニューアル。10種類ほどの駅弁とお土産を販売しています。ここ伊東駅でおよそ60年前に駅弁を販売し始め、明治神宮にも献上されている稲荷寿司は今も変わらない味でたくさんの人に愛されています。うわ、あ、グリチャ、ポリチャや、これ。いやいやいや、はい、この辺だとここでしか買えませんっつって。とても珍しくて全国でも 2,3 軒ぐらいでしか売ってない、はい、お茶になりますね。あ、これも入ってですね、はい、粉が、はい、そうです。でこれに入れていただけるってことなんですか。はい、うわ、あ、そういうことですか。じゃあ稲荷寿司いただいていいですか。はい、ありがとうございます。もう1個でええよ。そうや、いやいや、うん、まあ、そうやな、あの今日もいっぱい食べるから、ね、選手は関係ないよ。確かに確かに、今日いっぱい食べるから。確かに、じゃあこちらの参考になんございますね。参考入れやんか。参考入れ1個でいいですかね。いや、だいぶ少ないよ。お前それは腹いっぱいと乱すぞ、お前それ。全国的にも珍しいポリ茶もしっかりゲット。お湯を入れてもらって旅の準備は万端。はい、こちらの方持ってください。はい、お願いします。うわ、かわいい。ロードオブザリングこんなやつ撮ってる。ライトみたいなもんじゃないですか。ライさん、袖パネ、もう見つけんなって、まあ、顔パネなあ。やっぱ顔はめ職人としてはここやっとかないと。女性と混浴ですね。混浴か。綺麗な方が面白いねんから。気持ちいいって顔やな。そう、いきます。こっち向きやねん。顔出して、まもなく完璧や。ああ、ええわ、俺はええで。ああ、顔の方向と、あ、俺でもあれか。そうやね、出てまうねんな明日。顔でかいからな、ちょうどやかましや。ではリゾート21に乗って出発。
お得なフリー切符を使って移動しますよ。いただきます。うわめっちゃうまそう。見てくださいよ。確かにでかいわ一個一個。カチンとなんかい。分かってるやん。まだ行ってないやん。いやもう行こうしてたやん。食べたら言うて。あ、景色とって言ってたの。そうそう、景色もおかずという。お、ちょうど取りやすい。なんかこう電線も3本やし、稲荷も3つで、なんかめっちゃええ感じや。アートみたいな。もう行ってるやん。めっちゃうまいわ。うまいんじゃない。うわ、ちょうど合うわ稲荷と。甘くちゃんと使ってるわ。稲荷もちゃうな、なんか。そう、なんかね、なんか濃いっす。甘、うん、甘辛く濃い。そうやな。めっちゃ染んでるな。あ、めっちゃ染み込んでる。堀ちゃんもね。うわあ。あー、濃いっすね。なんでどうだと。日本酒ちゃうねん。濃い茶っ葉の味すげえ。これこれな、おっさんとかめっちゃ好きや。この味、この苦味が好き。後に残る。分かる、分かるやろ。このこの渋みは大人しか分からんな。これほんまにうまい。来るやろ、来るやろ。これすごいぞ。わこれすごいぞ。ちょっとこれに景色のあった選曲、選曲頼むわ。あー、なるほど。こんな感じね、正直ね。わあ来た。青い稲妻が僕を。いや全然違う、稲妻じゃないやん。青いやんか。いや青いけど橋本さんもですよ、なんか新曲ちょうだい。疲れのせいよと髪を直して注ぐさと君はこの部屋を出るよ。青い稲妻が僕のせい。青い稲妻かやめろ。おい、おい、分かれんかったわ。その青い稲妻かや。あ、メッセージできた。城ヶ崎海岸で途中下車しましょう。お、城ヶ崎ということで、城ヶ崎海岸駅で途中下車。あ、ラインや。お、ちょっと来た。城ヶ崎海岸駅で降りていただきましたけど、徐行、はい、運動しましょう。はい、徐行。城ヶ崎海岸駅から30分ぐらいのところに門脇吊り橋という絶景スポットがあります。ウォーキングする方も多いんですよ。っていうか私は高校の遠足で行きました。はい、地図をお送りしますって言ってみてください。30分ぐらい吊り橋。吊り橋、うわめっちゃ高いとこじゃん。あのちゃうんかな。吊り橋の説明は大体大丈夫や。たくさん食べたら運動も大事ということで歩くこと30分。いやだいぶ距離あるけど、距離あって、しかも平地じゃなくてアップダウン繰り返した道やった。来ましたよ。え、あ、ほんまや。門脇吊り橋、灯台。もうちょっと見えてきたよ。いや、結構怖いんちゃう。そうね、こういうのって女子と行くねん。ほんで吊り橋効果って、それがな、おまさに文字通り吊り橋効果で、なんて吊り橋で揺られてるドキドキと今この人と一緒にドキドキしてるんちゃうかって勘違いする吊り橋効果っていうのがあってな、それが恋愛にも適用できない。だからジェットコースターとか一緒に乗ったらええとかあんねんけど、こんなもんお前と言ってもしゃあないから。そんなこと言うてるからちゃうか。結婚できてないのは。いや、なんでやねん。俺なんかそんなような気してきた。俺何がや。そんな一切考えへんかったもん。うわ、いや、これすごい絶景やな。すごいな、これは確かに。みんな来るわ、うん、行こうぜ。何これ。いや、これはすごい。いやー、どう、見てくらい。あ、全然大丈夫や。しっかりした。うわ、ちょっとでもすげえぞ。ちょっとうわすごい。あ、でもなんやこれ。俺結構高いとこ苦手やけど、これは大丈夫や。これなんや、すごいな。なんか突っ込んだみたいな感じやな。お前洞窟みたいな。おう、最高や。天気もええし、すげえ。あの辺に多分船越英一郎さんと片平渚さんおるんちゃうか。うわ、あ、分かるかな。
吊り橋感あるこれ。ああそれやな。怖いわ。怖いほんまに怖い。あ、はい。さあ門脇吊り橋いかがだったでしょうか。最高です。もう何回行ってもいいですよね。ドラマの舞台みたいな感じします。ではこれから最後の駅弁を買いに伊豆高原駅へ行きましょう。城ヶ崎海岸駅の中にあるポッポの湯でお待ちしてます。あ、ついに会えるってこと。あ、もうとうとうな、2週にわたって引っ張ってきたよ。駅にあるらしいですか。もう一回戻ってきましたけど、ポッポ湯あったでも。ポッポ湯ですよ。もちづきさん、こっちか。いや、違う、そんなこと入ってないよ。もちづきさん、行ったわけないよ、そんな駅弁ばっか食ってんねんから。いや、そんなお前勝手にお前その沸騰町のイメージで行ったらあかんよ。え、こっち、あれや、ポッポの湯、一人いらっしゃる。あれ、え、こん全然気づかんかった。あら、あ、どうも、もちづきさん、すごいすごい、めっちゃいいっすね。もう足湯あったかいっすよ。いやいや、これいやこれは絶景でこんなとこに足湯あったんですか。そうなんです。え、これはタダでどなたでも利用できるってことですか。そうなんです。ほら来た、これ来た、踊り子、踊り子、うわー、すごい、うわー、うわー、すげーっすね、すごいっすね、ここのね。これでビール飲みながらとか最高じゃん。そうそうそうです。そのまま行くんかよ、ほんで。何がや、ズボンよ。え、お気にせえへんやん、そんなお気になれへんから。で、気になんねん、こう見てる人も。なれへんって別にね。学習生って、これ足湯入りながらってのは超最高。入れよ、足湯。入ったみたいな感じの顔してるけど、お前こっから上は入ってるみたいな感じの。あ、気をつけ。今までで4500弁当食べたってことですよね。ええ1日、え、ちょ、どれぐらいのペースで行ってるんですか。だいたい1日マックス5から6行くときありますね。うわ、これからですね、伊豆高原に行くとありますんで行きましょうよ。まだ紙弁当が、うん、どうするの、電車乗んねんで、お前。いつも通り外歩くんちゃうねん。いや、俺気にせえへんタイプやからさ。じゃ気にすんねん、周りが。再び電車に乗って伊豆高原駅を目指しますが、座った途端、望月さんの豆知識が。もともとこれが東横線、東急東横線を走っていた車両ですね。で、こっちのボックス席はもともとは西武の特急レッドアローの昔の座席を再利用しているんですよ。で、しかもこっちみんな海が見られるような椅子の作りにしてるんですよ。素晴らしい。あります、あります。いや、愛がすごいですよね。新発見もできたところで駅弁をゲットしに行きましょう。こじあります、弁当。ちょっと待ってください。何、え、これそれです。いや完売してますやん、全部。じゃあそうです、これで。じゃあ、いやお前行くなって、お前そんなんで、お前ないもんだって。デニスチョコ、安心してください、ちゃんと今日は予約してあります。そんなんできるんですか。できるんです。ええー、そうなんです。駅弁って基本的には午前中10時から11時の間、はい、この時間帯が一番よく手に入るんですけども、はい、ちょっとそこからずれる場合はもう絶対予約した方がいいです。なるほど。あ、そう、いけるんですね。いけるんです。いや、それいいこと聞いたな。予約した望月ですけれども、はい、ありがとうございます。嬉しい。これ、はい、取って、どうぞこちら決めます。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は駅弁&絶景旅ですから、もう伊東のシンボリックな場所で、すっごくビューが素晴らしいとこがあるんですよ。行きましょうよ。どうする。ほんまやな、めっちゃうまそう。めちゃめちゃうまそう。より腹減ってきました、マジで。行きましょう。行きましょう。楽しみ。どこ、ビュースポットを目指して車で15分、まさかの展開が。到着しました。はい、ここですか。大室山です。これなんすか、これ。ちょっといいですか。なんすか。来たことあります。なんで。デートや。デートなんかできたことあんの。結構前よ、そりゃ。あー、なるほど。うん、もうその女の子とは。うん、普通だもん。わさびソフトクリーム食べたな。
どんな味なんやろう言うてな。わさび好きやからな。大室山は伊豆半島ジオパークの一つで、4000年前の噴火でできた高さ580メートルのスコリア丘。四季折々の様子を楽しむことができます。さあリフトに乗って絶景が待つ頂上へ。うわちょっとマジで何かの世界ですね。うん、下手やそれを言わんかい。この仕事はこの絶景を。うわすげえ。これっすか。見たかったんです。確かにポツポツやるんすね。すげえですね。なんか外国みたいですね、ほんまに。やっぱ伊豆高原のリゾート地ですからね。高いね、やっぱ、あの、うん、500メーター以上あるよ、登ってきた。今日天気から芝が見えて、あそこ初島ですよね、多分当たって。ああ、なるほど。で、向こう側見ると、伊豆大島が見える。伊豆大島。伊豆大島ですね、あれ。あ、なるほど。あそこ三原山ですね、真ん中。今日すごく天気いいから、めっちゃラッキーですよ。本当に今日はどうもありがとうございました。腹いっぱいとかやめろそういう発言マジで。ありがとうございますとかな。素敵なところ教えていただきました。俺めっちゃ重たいね。モテよ。ほんで誰か知らんやん。なんで俺持たなあかんねん。3人分重たい。めちゃめちゃ重たいわこれ。持つという仕事込みで一緒ぐらいから僕らとその仕事ぶりが。何がやねん。俺おらんかったらお前視聴率めっちゃ落ちるぞ。言うとくけどな。そんなことないわ。俺おらんかったら知らんからだ。みんな見てるとは。もう回らんぞお前。ほんまロケ回らん。それなんだ。ビジュアル担当してるってこと。ビジュアルじゃない雰囲気。ロケの雰囲気担当よ。どういうつもりやねん。さあ大室山を見ながらナビゲーター望月さんも一緒に駅弁タイムです。いただく前にはですね、食べる前に撮るというですね。あれをパンシロみたいなこと言う。食べる前に飲むみたいな。食べる前に撮る。ああ、そっから。そっからっすか。そっからです。いや、こっからですよ。ここいらないっすって。え、ここいるんすか。ここからですよ。ええー、俺ら撮り方見せてたな。もう全然撮ってない。俺もう外してもらったもん。この掛け紙っていう包装紙を撮らないとダメ。この紐を引っ張るところからストーリーが始まるんです。ストーリー駅弁ってわざと中が見えないようにしてるんで。なるほどなるほど。どんなお弁当かなって想像しながら、どんな金目鯛が入ってるのかなと。やっぱりこの蓋を開ける瞬間が一番ドキドキしますね。せーの、オープン。うわでかっ。おっきい。なんか入ってますやん、これ。なんすか。でかっ。海苔みたいな。そう、この海苔がね、最高に美味しいんですよ。写真やんけ。そう、前も食べる前に撮るんです。食べる前に撮る。行くの。でっかい見えとったね。行くそれ。すごい量いくな。めっちゃ腹いってたよ。めちゃめちゃうまい。おいしい。うまいですか。おいしいです。もうまだね、私金目鯛いってないんですけど、海苔とご飯がまずおいしいです。うまっ。金目鯛、金目鯛の塩加減絶妙です。塩焼きうまいや、これ。うまっ。塩加減、いやこれすごい。めっちゃうまいですこれ、うん、いやこれマジでうまいですね。金目鯛って深海魚だから油しっかり溜めてるんですよね。で、それが塩で焼き上げてるんで、この油のとろみと塩加減がですね、本当にいい味のハーモニーを醸し出してます。正直これあんま僕そんな駅弁食べてる方じゃないですけど、これ1位ですか。これはいいと思います本当に。確かにこの海苔のご飯めっちゃいいね。美味しいでしょ。美味しいですね。伊豆急行線沿で迷ったら金目鯛の塩焼き弁当。いやこれ食べたことないね。ちょっと僕らからもちょっとお返しがありましてですね、似顔絵をね、あの望月さんの僕ちょっと感謝の、はい、あ変えてきますよ。こちらですね。あここ本もこんなないやん。まだ会う前に書いてたんだよ。動画の時点で書いてたんで、はい、ちょっとだいぶやっぱ駅弁食べて太ってあるのかな。下向いてあったからね。実際おったら結構細かったよね。細い細い、うん、僕が似てないって言われるのも嫌なんで、はい、あのこうちょっと太っていただいて、こういう感じでね。まあ、だんだん丸くなっていただく、はい、だんだんよし。